こんにちは、ゆうぽんです。今日はですね、こちら、わからんね。マッパから進撃の巨人のグッズが届いたので開封していきたいと思います。アニメ完結した後に、通販のね、発表があったんですけど、その時にね、ポチったグッズですね。で、ちょっとね、買い方失敗しちゃって、うちなんか最初、マッパでしか販売しないのかなと思って、マッパの通販でしか買わなかったの。マッパで買うと、ボックスがなくって缶バッジとかアクリルキーホルダーの。で、しかも、ポストカードとかも、確か、個数制限5点までで、うわーと思って。マジか、ボックスないのか、バラしかないのかと思って、どのぐらいバラチャレしたかはちょっともう覚えてないんだけど、バラで買っちゃってこっちで。で、後から、アニメートでも販売しますっていう情報が入ってきて、で、アニメート見たらボックスあったの。あ、そっちで買えばよかったと思ったね。ただまあ、これといっての集めたい缶バッジではなかったから、まあ、1、2個出ればな、いいかなと思ってるので、まあ、ランダムということなので動画回させていただきました。で、ポストカードは確か、個数制限よりも多く買いたかったから、多分こっちが追加の方なのかなと思います。まあでもバラの方がね、ポジティブに考えると、ボックス買うよりも多く出る可能性もあるからね。ポジティブ人間なんだよ、うち。あ、なんか結構いろいろ入ってんな。どのくらい買ったんだっけ？ちょっとマジで記憶がない。多分こっちがメインとなる買い物で、で、こっちがポストカードが入ってるのかなと思います。ポストカードだけ。よし、ってことで、ランダムをね、開封していきたいと思うんですけども、多分ランダムって一番ね、みんな、好きなものだと思うので、私は意地悪なんで最後に開けたいと思います。なんでアクリルパネル2個も買ってんの？なんでアクリルパネル2個買ってんの？2個も、え、これ多分うちミスったの？これ買い物絶対。2個あるのおかしいんだけど。え、2個買ったっけ？あ、アクリルキーホルダーと、缶バッジ両方ね、20個買ってる。縦折りあってほしいけど、2倍に。とで、まず、これなぜか、2個買ってた。アクリルパネル、リヴァイ、サイズ英語。なんでこれ2個も買ってんの？これ。絶対うちこれね、買い物カゴミスだと思う。こんな感じらしい。あ、めちゃくちゃいい。いいね、作りが。すごい可愛い。あとなんかうっすらね、ここの背景の部分がさ、緑っぽくて、なんかちゃんとリヴァイだなって感じ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。なんででもこれ2個買ったんだ。で、そして続いて、これはなんかいっぱい欲しかった。あ、そう、何が欲しかったかっていうと、これね、まず、原画ポストカードセット。リヴァイのポストカードしかなくって、3枚入ってます、リヴァイの。で、この中で、めちゃくちゃ欲しかったのがあって、そう、合計ね、10枚買いましたね。だから、30枚だね。これ3つあるから。こんな感じに入ってて、これなんか真ん中のリヴァイが欲しくって買いました。こんな感じ。ちょっと1個開けてみようかな。まずこれ。え？怖い。ちょっと待って、ポストカードの裏全部これなんだけど、ちょっと、びっくりしちゃった今。全部これ。ちょっと怖い。一番最初、一番上にあるこれだね、多分ね。びっくりした、裏までリヴァイなんだ。1枚目。あ、これが一番欲しくって。こんな感じ。あ、これがアクリルパネルと一緒だ。一緒だ、一緒だ。で、あとちょっと、やっぱ、ランダムが気になるな。キーホルダーの方は、なんかたまたま渋谷のね、アニメーションに行った時に売ってたの、キーホルダーだけが。缶バッジ売り切れたんだけど。で、なんか、全種類あったから、買ってみようかなと思って、バラチャレしたらリヴァイゲットしました。なんか一応ね、1個は覚悟してる。めっちゃこれ楽しみなんだけど、20個買ってどれぐらいくんの？ボックスじゃない方が好き。で、ちなみにね、これね、ジャンもいるので、ママポンの推しジャンもいるので、まあリヴァイとジャンがね、多く来てくれたら嬉しいなと思いつつ開けていきます。じゃあまずはキーホルダーからいきますね。20個。これなんかリヴァイじゃない。これにしよう。はい、こちら。原画アクリルキーホルダーコレクション、リヴァイということで開けていきたいと思います。じゃあまず1個目いきます。わー！あ、こうだ。触った感じ。じゃあ1個目！せーの！
待って、やばい、手震えちゃってる。え、これリバイっぽいなと思ったの。やばい、今日結構心通じ合ってるかもしれない、うちら。一発目リバイは出だしめちゃくちゃいいと思うんだけども、これ。え、じゃ次、次いきます。次じゃあもうね、来てほしいからね。じゃあいきます、2個目、せーの。おー、じゃあ、え、待って、やばい、これワンチャンジャンとリバイしかいねんじゃね。そう、このジャンもめちゃくちゃかっこいいんだよね。ライナーを助けてるシーンなんですけども、いやー、ここのジャン、あと多分ライナーもあったから、なんかマーポン、このシーンに関してはライナーもちょっと確認取っておきたいなっていうか、ちょっとライナー来てほしいね。じゃあ3つ目いきまーす。いきます、3個目、せーの。お、ミカサだ。なんかヒストリアに見えたの一瞬。ミカサだ、かわいい。ミカサはね、こんな感じ、青色ですね。めっちゃかわいいね、このミカサ。よし、じゃあ4つ目。まあ、果たして全コンプできるのかってところも気になるよね。まあ、新キャコンプは目指してないけど。せーの！お、アルミンだ。今んとこ被りなし。あー、いいね、このアルミンも。かっこいい。こんな感じで。ちょっとわかりづらいけど、ちゃんと黄色が。なんかわかりづらいな。手が黄色っぽいから、わかりづらいけど、アルミンもね、ちゃんと背景黄色です。5個目。せーの！おー！じゃあ2個目！いいね、今、ジャンが追い上げてきてます。じゃあ6個目いきます。せーの！お、エレン、はじめまして、エレンだね。こういう感じか。わー、いいね。こうやってぜひやってあげてください。なんかどうなんだろうね。エレンってさ、マジでさ、なんかいろんな髪型あるじゃん。1話から、なんか最終話までいろんな髪型になってるじゃん。みんなどのエレンの髪型が好きなんだろう。エレンいろんな髪型になってるから推し大変だよね、ちょっとね。いきます。せーの！あ、来た！なんかこのハンジさんあれなんだね。紫じゃないんだね。珍しく紫じゃなくて、ちょっと茶色っぽい感じ？なんか赤と茶色が混ざったような感じの色。珍しいけど、なんだろう、なんか、大人シンプル系で可愛い。あと2種類だ。兄とライナーじゃない？いきます。せーの。おー、かぶった、ミカサ。リヴァイ、どこ行った？不在なんだか、ずっと。せーの。あ、って言ったら来るんだね、これ。ちょっと寂しがったら来てくれるんだね。せーの。お、アルミン2個目。お、なんかどんどん22で来てる。いきます。せーの。お、ライナーだ。来た来た来た。やっぱライナーだ。そう、このライナーなんだけど、これ。じゃあ、こうか。こうか。ほら、やばい！これはやばいね。これはいい。できた。そう、このライナーもね、いや、ファイナルのライナーかっこよかったよね、やっぱりね。そう、鎧の巨人もかっこいいし。いや、よかった、ライナーも。じゃあ、いきまーす。せーの！お、兄来た！かわいい！そう、めちゃくちゃ兄もね、超可愛いんだよね。こんな感じで。やっと来た。これで、種類はコンプしました。すごい、ちゃんとコンプできるね。よかった。あと残り8個。これ誰が残ってんの？とりあえず一旦、確認は多分全員出んのかなと思うの。あと、エレン、ハンジ、ライナー、兄がまだ格打ちしかないから、多分出るんじゃないかな。できます。せーの！あ、エレンね。確認、確認。せーの、アルミ拡散だね。じゃあ行きます。せーの、お、兄2個ね。リヴァイ、あれ、あなた拡散だね。あなた3個目だね。せーの、あ、ライナー確認。多分あとハンジさんがいるはず。え、これでハンジさん確認来なかったら本当にバラバラってことだよね。せーの、うわ、拡散だ。あと残り2個になります。誰だろう、気になる。4とかいいのかな。いきます、せーの。ハニーさん大丈夫大丈夫、これ今2個目だから。じゃ最後の1個誰かだね、これ。じゃこれ本当にラスト1個誰だろう。最後の締めは一体誰なのか。じゃあいきます、ラスト。せーの、
おー、ハンニさんだった。偏りはマジでないね。ちゃんと来るね。すごい。なんかうまいこと、キャラクターからこう撮ってんのがね、もしかしたら。はい、てことで続いてこちら、缶バッジいきまーす。レンガ缶バッジコレクションです。そう、この缶バッジね、集めなかった理由が、なんだろう、結構ね、うちの友達とも話したんだけど、マッパって比較的、なんか、二色、まあ、一色っていうのなんか、例えばリヴァイだったら、緑と白みたいな、顔の部分白で背景緑でみたいな、なんかその二色使いしかしないから、あんまりそういうのね、好みじゃなくって言って、そう。なんか板バッグにした時っていうのを考えちゃうから、色が二色しかないもので、板バッグ組んだら、なんかピーマンになっちゃうなと思って。そう、ちょっと見た目がなぁと思って板バッグにするとなると、並べるにしろ、どうなんだろうと思って、いつも真っ端な頑張ってね、そこまでね、積んでないんだよね。てか、積んだことないかも。なんかね、ウィットみたいにさ、こんな風にさ、色とりどりにしてほしいなって思うけどね。じゃあ、いきます。開けていきます。せーの!はい、これ。あ!なんかさ、めっちゃさ、マットだね。めっちゃマットタイプだ。こんな感じ。ミカサ、めっちゃ可愛い。ミカサ可愛い、これ。なんかね、ツイッター結構流れてて、みんな集めてるんだなと思った。いや、全然可愛いんだけど、そう、なんか、うちにはちょっとあんま刺さんなかったっていう。だからみんな可愛いから見て。でもなんか、リヴァイは、えって顔してた。できまーす。せーの!そう、これ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 !エレンはうちこの時の髪型の方が好き。うん、こんな髪型好き。ことで、エレン。しかもこれね、わかるかな?マットタイプなの。すごいサラサラしてる。めちゃくちゃいい缶バッジだと思う。せーの!お、コニー。そう、コニーもいる。ほら、みんな酔っ払ってるの。かわいいよね。これはなんだろ、104期、勝ちだなと思った、ビジュアルは。じゃあ行きまーす。4つ目。せーの!お、ハンジさん。ハンジさんも綺麗な色。あー、かわいい。ハンジさん。いいなぁ、紫。リヴァイ?あんまり好きじゃないって言ってるからリヴァイ来ないのかもしんない。せーの!お、サンシャ、わぁ、サンシャ、太陽みたいだね、なんかね。太陽みたいな笑顔で、太陽みたいな色。かわいい。サンシャもいいの。じゃあ行きまーす。せーの!お、アルミ、あらー、かわいい。見て。やばー、アルミ、なんか、ほんとに。みたい。かわいい。104期みんな笑顔でいい。めっちゃいい。なんでうちのリヴァイはさ、って顔なの?いくよ。せーの。あれ?いない。ハンジさん。ごめん、うちちょっとディスりすぎた。ちょっとディスりすぎた?あ、じゃあ行きますね。せーの。あ、ジャンだわね。あれ引っ込んでるね、ほんとに。ただ、ジャンもな、なんかな。ジャンもなんかなっていうね。めちゃくちゃ酔っ払ってんの、これ。かわいい、でも。やばい!これ、リヴァイ、ちょっと、あれかもしんない。いじけてるかもしんない。せーの!あ、やばい、これ、いじけてんね、リヴァイね。やばい、リヴァイ、ごめん。ごめん、ちょっと。ごめん。ちょっとなかったことにして、さっきの発言は。大丈夫、かわいい。せーの!ちょろいな。ほら、これ、って顔してるでしょ、これ。これリヴァイらしいってリヴァイらしいけどなんか、結構なんか、顔してるんだよね。これあれね、104期の酔っ払い姿を見つけた時のリヴァイだね。ってやってるとこ。え、鳥山全種類揃った?2、4、6。あ、全種類揃った。じゃあ、あとは誰が被るかだ。せーの!お、コニー。せーの!お、サーシャ2個目。せーの!アルミ、まだ出てない。せーの!おお、あ、せーの。あれ、ハンジさん3つだ。せーの。あんた、あんた3つや。じゃん。あんた3つだ。すごい。せーの。待って、あんた。あ、やば。あんた3コースだ。3つ目なんだかだ、これ。3つ目だ。
あんなに言ってたのに。大丈夫だ、気にすんなってことか。わかった。気にしないじゃん。の。そうだね。あ、やっぱこれちゃんと入ってるね。あと2個。せーの。あ、サシャだったね、3つ。あとはじゃあ、この最後の1個はミカサだね、多分ね。せーの。おー、やっぱちゃんと出る。ってことでね、これからもグッズ回数とか Vlog とかいろいろね、投稿していく予定ですので、ぜひぜひチャンネル登録がまだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おつぱん。